2024年版の防衛白書で、イージスシステム搭載艦の最新イメージ画像が登場。早速ですが、今回は、イージスシステム搭載艦の最新イメージ画像から詳しく解説していきますね。トマホークや人に意識地対艦誘導弾能力向上型搭載艦マジでやばいですよね。イージスシステム搭載艦も少人数化できればいいのですが、日本の技術力は、すごいと確信しているので、最新鋭 AI 搭載で人間は減らせるでしょう。イージスアショアなら、もっと少ない人数だったのにな。イージスシステム搭載艦4隻体制だよ。去る2024年7月12日の閣議において、防衛省は、今年度分の令和6年2024年版防衛白書を報告。その本編は、すぐに、防衛省自衛隊のホームページ上にも掲載され、実に PDF ファイルで、表紙を含め558ページに上るボリュームとなっている。この量は6年2024年版防衛白書の内容を非常に簡略化して伝えるとするならば、日本が置かれた現在の安全保障環境は、太平洋戦争の敗戦後で最も困難な時期にあるとの認識を示したものと言って差し支えないだろう。そこでは、特に中国の軍事力の拡張に注意が向けられており、これに伴って、いわゆる台湾有事、すなわち軍事力を行使した中国軍による台湾への侵攻が現実味を帯びていることに、最大限の警鐘を鳴らす形となっている。そうした中国の動きは、ロシアとの軍事演習をはじめ、様々な形で、この両国が、これまで以上に連携を深めている点も問題視しており、前者が、南シナ海、東シナ海は言うに及ばず、西太平洋方面にまで勢力圏を拡張する可能性を危惧している。また、北朝鮮については、日本への軍事侵攻こそ、同国の軍事力では困難ではあるものの、引き続き、核兵器の開発を行い、それを搭載するミサイル等の開発にも、今まで以上に警戒すべきであるとの見方がにじみ出ていると思える。こうした日本を取り巻く安全保障環境の悪化の中で、令和6年2024年版防衛白書は、自衛隊がこれまで以上に防衛力を高める必要があるとし、その装備もかつては敵基地攻撃能力と言われた反撃能力を強化することを説いている。こうした反撃能力に値する兵装の具体例として、令和6年2024年版防衛白書では、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型やアメリカから調達を行うトマホーク巡航ミサイル等を挙げており、この早期配備の必要性を説明している。これら国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型やアメリカから調達を行うトマホーク巡航ミサイルを運用可能なプラットフォームとしては、建造が決まっているイージスシステム搭載艦があり、同艦についても新たなイメージ図が掲載された。今回の令和6年2024年版防衛白書に掲載されたイージスシステム搭載艦のイメージ図は、これまでに公開されていたものとさほど大きな違いはないようにも見えるのだが、あえて指摘するなら、下記の点が変わったようにも感じられる。それは、イージスシステム搭載艦の心臓部とも言うべき艦橋周辺の描かれ方に、微妙な変化が感じられる部分で、従来のイメージ図よりも、若干スリムでシャープなラインで構成されているようにも見える。しかし、イージスシステム搭載艦の建造は、これから本格的に行われるため、例えば、ステルス性の強化という観点から考えれば、実物は、今回の令和6年2024年版防衛白書に掲載されたものからさらに変更される可能性もあると召されている。全体的なフォルムについては大きな変更は感じられないが、これから詳細な設計が進められる段階において、最新の設計思想を盛り込んだ形に変化していく可能性は否定できず、今後のその続報には留意すべきだろう。さて、イージスシステム搭載艦の大まかな仕様であるが、これまでに判明、公表されている数値としては、基準排水量がおよそ1万2000トン、全長が 190.0 メートル、全幅が 25.0 メートルほどの艦体になるのではないかと予想されている。この艦体にイージスシステム搭載艦は、機関部には、イギリスは、ロールス・ロイス社製の MT-30 ガスタービンエンジンを2機、そして、
電動機を2機組み合わせたコグラグ方式となり、ここから最大で出力10万馬力で、速度は30ノット以上と目されている。このイギリスは、ロールス・ロイス社製の MT30 ガスタービンエンジンは、現在の海上自衛隊の最新鋭の水上戦闘艦であるもが2型護衛艦にも搭載されているもので、同艦は、これを、1機で、最大で出力7万馬力、速度は30ノット以上とされている。これを考えれば、このロールス・ロイス社製の MT30 ガスタービンエンジンを2機搭載するイージスシステム搭載艦の最大10万馬力という出力は、かなり抑えめの数値のようにも感じられるのだがどうだろうか。ちなみに、海上自衛隊は、イージス護衛艦を2024年時点で8隻保有しており、その内訳は、混合型4隻、アタゴ型2隻、そして最新鋭のマヤ型が2隻となっているが、防衛予算案の拡充によって、これも2隻の追加建造が盛り込まれている。その最新鋭のイージス護衛艦たるマヤ型であるが、使用は、基準排水量が8200トン、満載排水量が1250トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルの艦隊に、コグラグ方式の機関部で、最大で、出力が 6.9 万馬力で、速力30ノット以上を発揮する。マヤ型護衛艦のコグラグ方式の機関部は、アメリカは、ゼネラルエレクトリック社製の LM2500IEC ガスタービンエンジン2機と、電動機2機で構成されており、イージスシステム搭載艦は、艦隊の大型化に伴い、これよりも強化された機関部と考えてよいだろう。さてそんなイージスシステム搭載艦であるが、今回の令和6年2024年版防衛白書に掲載されたイメージ図には、その特徴を示す構成要素として以下に挙げる6点を、特にピンポイントで説明するコメントが付けられている。それは、1SPY-7 レーダー、2CEC、3SM-3 ブロック 2A、4SM-6、5VLS、そして、62023年度以降搭載を予定する装備品拡張性の6点であり、イージスシステム搭載艦に求められる能力を実現するための装備と言えるだろう。まず、1SPY-7 レーダーは、マヤ型護衛艦等が搭載している SPY-1 系の従来のレーダーと比して5倍に及ぶ追尾能力を誇ると記述されており、これにより、ロフテッド軌道や複数同時発射の弾道弾に対処する旨が謳われている。もともと、この 1SPY-7 レーダーは、陸上配備型のミサイル防衛システムとして、導入が予定されていたイージス・アショア用に選定、発注が行われていたもので、キャンセルによる違約金の発生を、抑える意味も含め、イージスシステム搭載艦に転用されるとめされている。続く 2CEC は、日本語では、共同抗戦能力と訳されている機能で、友軍の他の艦艇等のレーダーが追尾した対空目標に対し、リモートでの射撃管制と誘導を行うもので、次艦のレーダーで追尾する目標以外にも、攻撃を可能とする仕組みだ。3SM-3 ブロック 2A は、各種の弾道弾に対して、高度な迎撃能力を持つミサイルで、4SM-6 は、低空を飛翔する巡航ミサイルや、極超音速で飛翔する HGV などの滑空兵器の迎撃をターミナル段階で担うものとされている。5VLS は既存のアメリカ製のマーク41であり、イージスシステム搭載艦には128セル分を実装することが謳われており、これ浜屋が型護衛艦が同96セルであることに比して、実に 1.3 倍以上の増強となることを意味している。そして、最後の62023年度以降搭載を予定する装備品拡張性であるが、これは国産の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型の艦発型、艦載搭載型、アメリカ製のトマホーク巡航ミサイル、そして追ドローン対策の高出力レーザー兵器が挙げられている。この中でアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルに関しては、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル巡洋艦やタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の主兵装として、5VLS で、これまでも、すでに、中東の戦場にて、対地攻撃の実績が豊富で、即戦力化が期待できる。
逆に、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の艦発型、艦載搭載型については、本来は、5VLS で運用可能な方が効率は向上するとも思われるが、アメリカは、マーク41には、自国製兵器以外の統合を許可した実例はないので、日本が、独自に発射機を用意する必要があるだろう。